どうも、サッカー大好き天水姉さんこと大丸さくら子です。よろしくお願いします。コンコンコン丸さん、いらっしゃい。ということで本日はラリーが第30マジもう30節終わるやん。リーが終わるやん。ラリーが第30節ヘタヘタイマジョルカの試合を同時視聴していきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。ということで、ヘタフェ戦ですね。竹内さんの古巣でもあります。そしてアギーレ監督、マジョルカ監督変わりました。アギーレ監督になっての初戦ということでございます。ワンワンワン。え、ちょっと待って、なになに、なんかわからんが、レアル戦のハイライト流れて終わったんだが、なんだなんだ、ちょっと一旦リバプール見ましょう。南野くんはベンチ外だよね、今日はね。はい、こんまるさん、いらっしゃい。いや、ほんとに、抽選会、盛り上がりましたね。ほんとに、なんだろう、盛り上がりましたよね。興奮、大興奮の抽選会だったよね。ありがとうございました。こんまるです、いらっしゃい。ということで、あ、ツイッターのフォローもありがとうございますということですね。大丸さくら子ツイッターもやってますので、ぜひね、概要欄から URL 飛んでいただいて、ツイッターのフォローすごく劇的募集しておりますので、よろしくお願いします。そしてチャンネル登録も激極から大募集しておりますので、よろしくお願いします。このチャンネルは、サッカーを中心に同じ試合を見て盛り上がろうという同時視聴を配信しています。よろしくお願いします。そして今の隙にお手すきの間に高評価ボタンもポチッとよろしくお願いしますという感じです。ありがとうございます。いや、本当にね、週末の土曜日の夜21時キックオフ、いいんですか、そんな最高の時間帯に試合していただいていいんですかっていうね。アジアは本当に見やすい時間なのにもかかわらずですね、南野くんはベンチの外から、そして竹内さんはベンチからのスタッフになりましたね。まあまあまあ、2人ともね、代表戦ありましたので、代表戦から帰ってきたところっていうのを考慮していただいてるのかしらねっていう感じですね。ちょ、監督ね、新しくなったから、桜子もね、もしかしたら竹内さんベンチ入りせんかもなーっていうのをね、思ってて、言うて、ジョータリバプールが先制しました。あら、早い時間じゃない、半キックオフだから22分、早い、前半の22分、ジョータアンフィールドだもんね。はい、リバプールも盛り上がっておりますけれども、こんばんは、いらっしゃい。たくさんのご協力よろしくお願いします。あは、ヘンダーソンかな、右、あれ、右手を誰がやってるんだ、サイドバック上げて、わあ、ちょっとすごい、あ、ゴメスがやってるね。ゴメス上がってきて、クロスにもう1点、針の糸通すみたいなヘディングでジョタが得点しました。すごいね、この、うわーキーパーとのね、うわータイミングも完璧でしたね。ずっと粘ってたのに、とうとう降格圏に今日勝ってね、欲しいですね。マイク小さいかもです。あ、本当ですか、もしもーし、もしもーし、本当何なんだろう、そのマイクの調子みたいなのが変わっちゃうのがね、何なのかしら、何が影響なのかしら、マイクの設定が変わっているわけではなく、マイクの位置なのかな、ちょっと大きめにします。で、割れてたら教えてください。赤になってても大丈夫なんだよな、マイクって。ちょっともうゴリゴリに上げてますけど、よろしくお願いします。なんだろうな、マイクが調子悪いですか。桜子さんもね、本当に
あまりいい配信環境じゃない配信者として生きておりますが、あんまりいい配信環境でまだまだ頑張らんといかん。桜子さんもまだまだ頑張らんといかん。チャンネル登録10万人目指して頑張っていきましょう。ちょっと待って、あと5分でキックオフだけど、配信始まった？配信始まった？ありがとうございます。あのね、音量とかね、いろいろ教えていただけると助かりますね。ラリーが始まったわ。ちょうどだったわ。素晴らしい。タケフサとイガイン映ってる。タケフサお帰り。お帰り。マジョルカ島にお帰り。まあ、今日はヘタフェのホームなんで移動してますですけどね。うん。アギーレに来たい。クボも遠征だったから後半からパタグリアの位置で使ってほしい。パタグリア。ああ、そうだよね。4312。4312とかなかったよね。アギーレ監督の新しいサッカーが見れるってわけですね。サンドラさんいらっしゃい、こんまるです。今日の鹿島の試合でピトゥカと上田が交代するタイミングで、ピトゥカがレッドになって上田がピッチに入る前かどうか VAR で確認してたの珍しいんです。そんなことがあるんだ。ピトゥカがレッドになったんだ。でピトゥカと綾瀬の交代だから、綾瀬が入れるかどうかみたいなこと。ピトゥカ、でもピトゥカどういうことピトゥカと交代だったら綾瀬は入れないってことだよね。だから誰と交代するみたいなこと。竹さん出ると思いますけどね、途中からね。うん、あの監督も多分、まあ初戦まあ、関係あるのか分からんけど、先週試したいのもあるだろうし、まあ、試せるような状況じゃないんだけどね、あの順位的に。でもまあ使うんじゃないですか、竹内は。どんな状況であれ、勝ってようが負けてようが。上田の決勝点のヘッドうまかった。そうなんだ。今日 FC 東京が 1-2 で負けそう。今試合してるんだっけ。交代が完了してからピトゥカが退場したから人数11人のままだった。あ、なるほどね。ピッチの外でのなんか、あの、じゃあプレイの中で生まれたレッドじゃなくて、なんか言ったみたいなこと。こんまりいらっしゃい。ピトゥカが交代で下がった直後のレッドだったので、ピッチに入ってなかった10人に減って、入ってたらベンチの選手が退場なので11人。そのなんかプレイのレッドじゃなくて、なんかピッチの外でのなんか言うたみたいなやつのレッドだったんだ。なるほどね。よかったね、11人のままで。さあ、まもなくキックオフでございます。よろしくお願いします。ちゃんちゃんチャンネル登録よろしくね。高評価もよろしくね。ダクマさん初見です。初見さんようこそ。初見さんありがとうございます。サッカー大好きです。イネさんこと大丸さくら子です。よろしくお願いします。サッカーの同時視聴配信をやっている VTuber です。よかったらチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。仲良くしてください。怒って蹴ったペットボトルがお客さんに飛んでて危なかった。あ、そらあかん、そらあかん。あ、なに、そんなところサイン、そんなんあるんや。その手つないで入場する子供に、パンツにサイン、このタイミングで、あ、そんなんあんねんや。今ちょっとあの、先週入場のタイミングなんですけれども、あの、ホームのさ、側がさ、あの、キッズたちをさ、手つないで入場するやん。なんかさ、ズボン、パンツに、パンツにユニフォーム、のパンツに選手にこのタイミングでサインもろてる。賢ギリギリやん。面白い、かわいい。川崎はセレッソ大阪に1-4で負けると思うかとねー。今シーズンは一強じゃないですよ、 J リーグも。チャンネル登録しました、ありがとうございます。グリーンカードを差し上げます。グリーンカードを差し上げます。ありがとうございます。良い行いをした方にグリーンカードを差し上げます。うん、今年鹿島優勝あるかも。
いや本当にどこが優勝してもおかしくないんですよ。柏もあるで、柏も。こまりなしゃーい。竹内さんベンチスタートですね。よろしくお願いします。めちゃくちゃ天気がいい。そして今日もマジョルカのサポーターたちは陽気、アウェイだけれども。アギーレ監督よろしくお願いします。確かにアギーレ監督がね、代表率いてた時のことあんまり知らないんですよね。桜子監督あと今日ね、今日解説ヨシト君なんだよね。ヨシト君全然マイクに声乗らへんから面白いねんな。うん、いやなんかね、そのマジョルカのツイッターでアギーレ監督に挨拶に行く竹内さんがなんか動画で上がってたんですけど、すごいねいい人そうだった、その挨拶の雰囲気。うん、頑張っとんかみたいなが、久保くん頑張ってるんか、よろしくねみたいな感じで、いい人そうだった。こんばんは、いらっしゃーい。うん、ヘタフェもね、どんなサッカーするかも久しぶり。みんな元気かな。あーやだ、ソリアもいるし、オリベイラ、マクシモビッチ、アランバリ、アルニャ、スアレス。いや結構あれじゃん、もういつものメンバーいるじゃん。懐かしい、ヘタフェのメンバーも懐かしいよね。リコちゃん、ジョバンニ、ルッソ、オリバン、マフェオ、マフェオ左、ババ、ダニ・ロドリゲス、パダグリア、セビジャ・オイタン、ニーニョ、ムリキの2と、何あれ、タワー、2タワーですね。マフェオ左できんの、言っといて、言っといて。マフェオ左もできん。まあ、たまにやってたか。たまにやってたね。ククレジャいれば一面だったよね。懐かしの一面。アギレ監督、偉人飾ってほしいね。買ってほしいですよね。本当に。っていうかもう、アギーレ監督関係なく、さすがにマジョルカ買ってほしい。こんなに負け続けるチーム、毎節見るの辛いからさ。レイナさんお帰りだね。レイナさん、あの、レッドカードで退場になって2試合、3試合ぐらいいなかったけど帰ってきたね。よかったね。ククレジャープレミアでバリバリやって、そう。本当に。もうね、完全にね、プレミアで、通用するというか、もう本当に。まあ、それこそね、なぜヘタフェにいたか選手だったから、まあ、適した場所に移動できてよかったねって感じだよね。そう、ヨシト君マジョルカの解説ね、最近たくさんやってくれるんですけど、いかんせん声がマイクに乗らないっていうね。そこもなんか素敵なんだけど、魅力なんだけど。さあキックオフです。そう、ひそひそ解説 ASMR かなっていう感じで、ひそひそ解説かわいいよね。うん、なんかセレッソ大阪に加入、先週復帰しますっていうエイプリルフールのツイートしてたのもなんか素敵でしたよね。そう、リバプールはね、南に行くベンチ外なんですよね。さあ、あ、ちょい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 、いいよ、ちょっと落ち着いてるやん、いい感じいい感じ、しっかりこうしっかりこう。さあ前半1分です。アレニャー、アレニャー元気、アレニャー、ヘタフェで頑張ってんのか。さあここ、え、ババここ、ムリキあるよ、置いたん、マフェよ、マフェよ、ムリキ、ムリキキープして、なんかシュート打てないね、一旦戻して、パナグリア、マフェ、ダニ・ロドリゲス、ダニ・ロドリゲス、うわぁ弾かれて、すごいね、もうユニフォームが鮮やか対鮮やか。あ、シュート、なんかいいじゃん。ククレジャはプレミアに行きました。ブライトンで会ってるっけ、ブライトンにいます。
アギーレ監督よろしくお願いします。映ってますね、アギーレ監督。アレニャはヘタヘのままですね。ていうか、なんかレンタルでどっか行ってまた戻ってきたみたいなことなのかな。マジュルカ良くなってる。クボが何かを起こすときって途中投入のときの方が多い。確かに確かに確かに。もう大事なゴールって大体途中から入って、そう、外から見てて、もう決めてこいよって周りのこう期待を一身に背負いまくったときにすごい余計パワー出るみたいなときあるよね。ほんとスタメンのときの方がなんか空回りするときは代表とかね、あるよね。うん。期待しよう、期待。ババちょっと待って、ババがなんかセンターバックみたいなことしてる。ババ何下がってんだ。センターバックの間に下がってる、下がってファイブバックっぽくなってるってこと。可変かな、そういうことかな。ババがすごいもう最終ラインにいるんだが、うん、さあフリーキック、このどこのファール、あ、ここのファールですね。でヘタフェのフリーキックセットプレー、この試合最初のセットプレーですね、ゴールから 30m 以上は離れたちょっと遠いところからのセットプレーとなります。左サイド若干45度ぐらいかな。うん、アランバリー、やだー、アランバリーやー、直あるよ直、まあ、この距離じゃさすがにないか。はあ、ラミレス、アランバリーじゃなかったね。楽しい、ヘタフェのメンバー見るのも楽しい。コーナーキックです、ヘタフェ左サイドから、うーん、鮮やかすぎて、太陽が眩しすぎて。いいよ頑張って、ババがクリアして、ラミレス、うわ、ジェネ、はいはいはい、ババ競って、おいたんフォローに行って、さあキープして、あーちょっとまだあるまだある、おいたんかサイドチェンジ、ジョバンニ、あー、アランバリね、本当にもうちょっと近い位置直狙える距離だったらもうガンガン打っちゃうだろうね。いやー本当にアランバリの直接フリーキック、直接フリーキックもあったかな、ミドルシュートとかすごい覚えてるな。やーんやーん、スアレス、ダミアン・スアレス、今映ってた、懐かしい、すごいよほんと、でもずっとスタメンだもんダミアン。え、いいなやっぱりさ、竹内さん応援してるとさ、毎シーズン毎シーズンチームが変わるから、こうなんかね、なんか3年計画とかでさ、監督も3年目とかチームものなんか去年のメンバー、一昨年のメンバーとか、ね、何 ?2 年3年重ねてのチーム作りみたいなところ、見ないからさ、だから、もしこの今のヘタフェに竹内さんがまだ残ってたらどうだったんだろうみたいなの想像しちゃうな、このメンバーでね。こんばんはいらっしゃーい。そう、もう竹内さんもなんか、毎シーズンクラブ変わるのもそれはそれでいいんですけど、なんかね3年4年長いこと続けた結果チームとどういう関係になるのかみたいなのも見たいよね。さあマジョルカのフリーキックです。これちょっとカメラの位置が独特でゴールとの距離感がつかみにくいですけれども、オイタンがフリーキック蹴りますか。はい、結構距離あるんじゃないかな、セットプレーかね。無理き、高さ期待されてるよ、カメラも寄ってるよ、
ニーニョもあるよ。あるよあるよ。オッケー、いいじゃん。頭で合わせた。ニャー、マフェをね。ボールの上と。うん。可変型ならサイドは攻撃力だけじゃなくて守備力もスタミナも必要だからワンチャン竹内さんの出場機会減る。いや、ないと思う。竹内さんの出場機会が減るはマジョルカにおいてないと思う。うん、そう、なんか多分もう、そのなんか他のパラメーターとさあ、そのどっちが高いかみたいなのを見て選手を決めるのももちろんあると思うけど、総合的に高すぎるから竹内さんを使わないっていうことはないと思うな。まあ、あのマジョルカがね5対0とかで勝ちまくってたら試合出ませんでしたねとかあるかもしれんけどね。うなる、うなる大きいね。うなる、ゴールキック、ヘタフェ、無理気落として、パタグリアから右、ジョバンニ、こんばんは、いらっしゃーい。昨日は暑い夜だったね。眠れないぐらい興奮しちゃった。ほんと、もう終わった後もずっと目ギンギンで全然寝られへんかったわ。外明るくなってくるし、なんか太陽の光さ、日光浴びたらさ目覚めるやんか。だからもう寝るチャンスがなくてさ、全然眠れませんでしたわ。結果もうなんか遅い時間というか早い時間というか、もう早朝朝になってからやっと眠りにつけたら午前中に起きれないっていうね。ショック。午前中にやりたい配信あったのにな。カフェは絶対明日できますように。うん、落ち着いてる、素晴らしいですね。本当にコントロールできてるよ、試合を。頑張ろう。さあ、まもなく前半の10分です。0対0。こんばんみー、いらっしゃーい。コーン、コーン、コーン、マルソン。スローイン、スローイン、そしてスローイン。はい。すごい肩痛そうだけど大丈夫？はいはいはい。このさ、ラリーガのさ、あの、フォーメーションで線がつながるやつ、すごい好き、カメラのやつ。うん。こんばる、いらっしゃーい。セビチン左面白い？確かに置いたんここみたいな。なんかね、本当にね、今まで見たことないマジョルカやってんだよね。それでもなんか、あの、慌ててない、感じはするけど、見たことない。うん。すごい、アギーレ監督って選手のなんか本来のポジションを見つけ出すことができる、もしかして。ガチスペインとガチドイツそうだよね、ガチスペインとガチドイツ。でもグループステージだからガチガチのガチではまだないかもしれないんだよね。うん、やっぱもう決勝トーナメント、グループステージちょっと違うやん。ガチガチのガチはさ、ガチガチやぞ。決勝トーナメント行ってからやから、グループステージはまた戦い方ちょっと違うのかなって思うけど、でも嬉しいよね。こっちはガチだし、無論こっちはガチガチのガチだし。
むしろもうなんかね、そう、あのガチスペイン、ガチドイツも嬉しいけど、ガチガチのガチの日本代表が見れるのが嬉しい。ガチガチのガチでこそが、でこそ輝くよ。まあいいじゃん。あ、残ってるよ。おう、グループ突破のオッズは日本15倍でした。おう、じゃあ100円かけたら1500円、え、違う、100円かけたら1500円になるってこと？ 1 万円かけたら1500万円になるってこと？違う、間違え、150万円になるってこと？こんまるいらっしゃーい。え、1万円かけたら150万円になるってこと？ 15 倍っていくらだ？そう？え、1万円かけたら15万円になるか？ちょっと全然計算できない。15万円か。そう。10万円かけたら150万になるってこと？ 15 万になるんだね。まんばまんば。ばじゃないけどね。まん。うん。竹内さんベンチでーす。あ、来ましたね。今日も寄ってます。寄ってます。コメントが今日もありがとうございます。寄ってないです。お酒は飲んでますけど、全く寄ってないです。これがシラフです。いつもの桜子さんです。誰か説明してあげてください。これが通常運転で、桜子さんは通常運転で配信をしています。うん。15倍だと世界の評価は高め。ありがてえ話やな。そう、やっぱなんか、ドイツだっけ？スペインもか、なんか、ワールドカップでアジアに負けた過去があるから、みたいなことなんかな。うん。初戦はドイツとだったかな。今回のワールドカップは全試合トトが解体です。確かにトトあんのか。そういえばトトという存在を久しく忘れてしまっています。トト飼ってた名前は。レスター優勝した時オッズ5000倍、すごいな、ミラクルレスターな、さすが。トト買いたいね、みんなでトト買おうよ。トト予想する配信とかしよう、楽しそうじゃない。桜子もね、あの、お、ハンド？桜子もチャンネルを始めて最初の方はやってたんですよ。トトを予想するっていう動画を出したりしてたんですけど、うん、懐かしい。うん、ワールドカップ始まったらみんなでトト予想しよう。ロシア大会の時ドイツは韓国に負けて予選敗退。そう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 、そういうののなんか印象とかが残ってんのかな。15分になりました。0対0です。ヘタフェが後ろでボールをキープして左サイド、はい、中盤の選手サイドチェンジ。うん、そうだよね。レアルでね、長くプレイできたらいいよね。あ、これ繋がったらいいよ。うわ、序盤に競りに行く。うわー、さあファールを取りましたか。ここでね、あら、いい位置。これはアランバリ直接あるよ。オリベイラが倒されたかな。うん、わからん。おー、わかる。微妙だったけどね。はい、いや、これはどうだ。25メートル、5もないか。25メートルですね、ゴールまでの距離。25メートル、直あるよ、直。インスタイムいただいてます、ありがとうございます。そう、今日もなんか自分で気づいて飲めてるかも。おいたんが壁の下に寝転がってる。
ナルが蹴るの？あ、そうなんだ。ウナルが蹴るんだ。あ、結局オイタンは壁の下には行きませんでした。立ち上がってる。おー、直？はい、枠外でしたね。あ、いいボールだな。でもいいフリーキック蹴りますね。素敵ですね、素敵ですね。いいよ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 。竹内さん、なんか、あ、何かわいいんだけど。今ベンチがね映ってて、竹内さんとイガンインがニコニコしながらなんかお話しして、かわいいんだけど。そういえばマジョルカのベンチってがさ、配信してるけど、あれって映っていつも桜子も同じ時間配信してるから見たことなかったんですけど、マジョルカのベンチ配信ってどんな感じなの？ちょっとスマホで見よっかな。よいしょ、ベンチ今もやってる？やってるね。にゃー、なに？スマホを落としただけなのです。あ、すごい、結構がっつり映ってるやん。結構がっつり映ってるやん。監督が、アギーレ監督がずっと映ってるって感じかな。ベンチメンバーは映らないのかな。映る時もあるのかしら。うん、意外に可愛かったね。パリ・サンジェルマンでメッシが壁の下に横にあって面白い。そう、メッシが横になるんやと思ってびっくりした。こまりなさーい。いえ、ちょっと待って、カード、やだ、イエローカードが出ますよ。あ、ダミアン・サーレス。ダミアン・サーレス、イエローもらいがち。相変わらず、いいと思うよ。竹内さんとイガインが楽しそうに見てるの、サッカー観戦に来てるみたいな子供に見える。うん、出るよ、竹内さんもイガイン。イガインもどうかな、分かるけど。後半出るんだから。準備して、準備。いい位置、いい位置。うわー、いいよ、頑張って。おいたん、囲まれてる。ダニロ・ドリゲス、後ろ戻して、うん、やり直そう。オリバン。あ、ま、ん？ワンタッチ。置いた、戻して、あー！キーパーまで戻します。前半20分です。0対0。わーわーわー！何？ファールないよ。マフェよ。マフェ打っちゃってもいいよ。マフェよ。わあ、どう？無理気、無理気。ニーニョから右サイド。ジョバンニ残して。ああ、厳しかったか。ああ、惜しかった。頑張った。ファールアピールがありますけど。いや、頑張ったな、今の。ここは何かな。ああ、マフェよ結構さ、なんかタックルしてボール取ったな。ちょっとファ、確かにファールっぽいけど。よく知る。はい。まあ、ちょっとファールではなく、ゴールキックとなりました。ヘタフェ。長いボール。ちょっとね、バタグリアでありますね。ちょっとバタグリア試合になってきてる。ヘタフェのスローインから、ダニー・ロドリゲス、パナグリア頭で落として、ジェネ、スン、マフェを左手ボクサーくらい巻いてる。そう、マフェをなんかいつもね、手ぐるぐるにしてるんだよね。あれなんだろうかな。あれ指輪があるのかな。
こんまるいらっしゃーい。マリノス買ったんだ、おめでとう。やる気に満ちふさ、やる気に満ちふさ、ベンチで今やる気に満ちふさになってるから。お、ちゃんとヘタフェのちゃんと、あらだらだだだだだだだ、あ、ポゼッションはヘタフェ 60%、 マジャルカ 40% ですね。ラララッタタッタラララッタラッタラララッタタッタ。あれ、なんでちゃんとってあの輸入してんの、 J リーグもメロディ一緒やんな。あ、ダニロドリゲス倒されて、これはファールですね。オッケーオッケー、フリーキック。えんちゃんえんちゃんえんちゃん、よいしょ。ラララッタラッタラララッタラッタ。オッケーオッケー。おれおれおれ。うん。おいたん蹴りますか？無理気に合わせますか？逆輸入もある？日本から、日本から。でも日本の選手のやつ。オッケーオッケー、ヘディングこぼれてるよ。はあ、ゴール前、うーん、カウンターになりますか、ヘタフェ。さあ、時間を使って、ナイスババ、ナイスババ。ファールで、オッケーオッケー。日本の選手が海外行った時とか、そのまま日本で使われてたやつ、引き継いだりもあるんかな。ヘディングクリアがパダグリアの太ももに当たってボールがこぼれたやつを、うん、入れ押し切りませんでしたね。なぜクモはスタメンじゃないんだ。新しい監督になって新しいサッカーになったからですね。あとは代表戦帰りだからっていうのもありそうですね。ラララッタラッタ。さあ、ヘタフェのボール右サイドから、これもファールからヘタフェボールですね。ファール増えてきましたか？うん。監督交代した時代表行ってたからチーム作りに遅れて参加したから、その通りだと思う。よいしょー。お、無理気、ヘディングで弾いて、おいたん。頑張れマフェよ、マフェよ頑張れ、いいよ頑張れ。うわー、よキープしてる。一旦戻して、おいたん、おいたん。うん。さあ、クロス入ってくる、中3枚、こぼれ球、セカンドキープしたい。クリアボール。ババ、ババババババ、ババ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 、頑張った。ママ頑張った。エースとのマッチアップ制しましたね、ババ。頑張った。うん。うん。必要な選手だが代表戦で疲れてるだろうから状態を見て決めたい、とのコメント。アギレさん。せやろうな。さあ、前半25分です。0対0。ちょっともう、なんか、ずっと上向いて、上にモニターがあるんですけど、桜子の目線の先、上向いてる、目線上向いてると思うんだけど、そう、上にモニターがあってさ、ずっと上向いてたら首痛くなっちゃったの。ねえ、昨日からもずっと上向いてる。いいじゃん、上向き。上向きいいじゃん。無理気。ああ、あ、諦めないで、ダニ・ロドリゲス。そうなのよ。この長いボールで無理気が落としてっていうのはね、やっていきたいんですよ。もう引き続きやっていきたいんですけれども、落とした先にね、落とした先にいたらいいなって感じですよね。はいはい、ロングボール。よいしょ、それを押し返す。
ババア。いや、ほんとね、この、おそらくなんだけど、わかんない。これからずっとの、え、なになに、わーそりゃ、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 そりゃ。ちょっとなんか、危ないところでしたね。危ないところなんだ。ヘタフェ的には危ないところだ。ちょっと、マジョルカはラッキーパンチいただけるところだった。ちょっとこぼれ玉。今のなんだと、バックパスミスだよね。バックパスがちょっと、ねえ、2位に追いかけてましたよっていう、追いつきそうでしたよっていう感じでしたね。バックパスがね、短かった。もうほんと FX トレーダーみたいな感じです、桜子の配信環境。ほんとに、モニターに囲まれてる。そんなにいっぱいないけど。そう、何言おうとしてたんだっけ？あ、そうそうそう。ババがね、この5バック、なんかな、で、いつも、下がっているのが、常になるのか、それとも、ヘタフェのロングボールを、警戒して、こういう布陣にしてるのかっていうのは、ちょっと、気になるところで、ありますね。うわわわわ。いらん。ちょっと待って。いらんところで倒さない。ボールないところで競り合わない。ボールないところでごちゃごちゃしない。こんばんは、初見です。桜子さんの推しチームってどこです？こんばんは、初見さん、ようこそ。よいしょ。いらっしゃい。サッカー大好き、泥酔姉さんこと大丸桜子です。推しチームは作らないようにしていて、強いて言うなら日本代表が推しチームです。よろしくお願いします。推しの選手はいっぱいいます。ぜひ、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい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 。よいしょ。さあ、クロスが流れていって、ゴールキックに変わります、マジョルカ。そして、ヘタフェのベンチが映っております。ヘタフェのベンチ？クエンカ？あの頃のヘタフェメンバーベンチにいるのかな？ジャウメコスタ、ラインイジョ。そうですね、マジョルカはね。ガストンかな。オスカル・ロドリゲスもいたか。コムルいらっしゃーい。はい。さあ、激しい。うわー、ファールありまして。危ないよ、危ないよが危ないよ、怖いよ、高いよ、ファール、空中戦が高いよ。さあ、ヘタフェボール、長いボールが前線に、ウナルが頭で競る、オイタンがクリアする、ニーニョ、このクリアボールを、よいしょ、ルッソ、なるほどね。ね、コスタリカだったらちょっとまたあれだよね、ニュージーランドの方がいいよね。守備の時は 4-4-2 だけど、攻撃の時はサイドバック下げて、上げて、ババ下げて、3-5-2。セカンドボール狙いっぽいね。タイマーの時間、ダゾーンと合ってますか？確かね、10秒かな、今は。15秒ぐらいずれてます。15秒ぐらい、遅いです。ダゾーンの時間は。バックパス怖いよねー。こんばんは、いらっしゃい、こんまるー。あー、めっちゃいい位置、フリーキック。チャンス、チャンス、チャンス、チャンス。マジョルカチャンスです。ゴールから25メートル。オイタンが蹴る。
はあ、オリバーも蹴る？あるよ。おいたん蹴りそうだな。やっちゃおうやっちゃおう、やっちゃおうやっちゃおう。ねえ、この位置竹内さんだったらね、マジ蹴ってほしかったよな。まあ、竹内さんもこの位置でフリーキック取りに行こうみたいな動き結構やってるけどね。あ、オリバンかな。おいた、右足壁に当たって弾かれたボールを、おいたもう一度入れたけれどもクリアされる。タッチを割ると、いやー、いやー、あかんかったなー、あかんかったなー。フリーキック、お、アップし出してるのかな。ヘタフェの選手がアップし出してる。うん、スローイン、おいや、入れてほしい。竹内さんだったらあの位置蹴ってほしかったね。うん、蹴らせてもらえるかな、アギーレ。ソリアのロングキック、うわー、大丈夫かな、大丈夫。はい、さあ落ちたところ、無力、いいよいいよ。マジョルカボール、おいたん運んでマフェオに預けてパダグリアに戻す。オリバンから長いボール、オフサイドない、マフェオ深いところクロスダイレクト、無力のヘディングは届かないけれども、逆ジョバンニの左足はちょっと深いしちゃいました。ありゃー、オッケーオッケーオッケー。でもすごく綺麗でしたよ。すごく綺麗。危ないじゃん。いいじゃん。すごい綺麗じゃん。おいたん、おいくつなんだっけな。30いくつ。7とか。8とか。なよ、よかったよね。よかった。え、あれも、あれ何回か欲しいね。あれ何回かしたいの。お、シュートマジョルカもう5本打ててる。オッケーオッケー。ヘタフェはまだ1本だけですね、シュート本数。ロングスロー。うわわわわ。ジョバンニマジスローイン長いんだよね。38だね、38です。え、コーナーキック初なの？マジョルカ？コーナーキックで、おいたんが蹴ります。頑張れ。頼みます、セットプレー期待してます。ムリギもニーニョもいるんだよ。無理気、あ、こぼれ球、こぼれ球、こぼれな、オーバーヘッド。ルッソ。無理気もニーニョもいるんだよ。なんだっけ、魔法もなんとかもあるんだよって、あれなんだっけ。奇跡、魔法、奇跡も魔法もあるんだよ。無理気もニーニョもいるんだよ。魔女マギ？魔女ま、ま、窓マギ？あの、ま、奇跡も魔法もある、無力もニーニョもいるんだよ。おっと、とととと。とちょっとね、ウナルがやっぱね、あの、強く当たられてますので、ファールを主張してましたけれども。ファールないということで、マジョルカボール、左サイドでキーパーまで戻して、リコちゃん、バーバ、バーバ、お、長いボール、うわ、それはさすがにつながりませんが、でもいいよ。ヘディング、無力、頭でつないで、マフェを、おいたん、うまい、いいいいいい、とってもいいじゃん。おいたんから縦、マフェを、マフェを、マフェを、あるあるある、あ、
ファール取ら、ま、ファールでしたか。そうですか。とってもとってもいいです。そんな、そな、できるならやっといてよできるなら前からやっといてよ。何できるんじゃん、そういうの。なんだ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 。あ、何、飲水タイムがあんの、もしかして。あ、ちょっと待ってなんかね、あのベンチの配信見てるんだけど、すごいみんなお水飲み、お水飲み、あ、これか。水飲み時間になったと思ったら、ちょっと小競り合いがあったわけですね。ちょっと、どうしたの、ルッソ。何何何え、大事、何、大事なところ、ルッソの、ルッソ、誰だったん。マジョルカの男子いつもそうだよ。できるならやってよ。ほんとそう、ほんと。なんで本気出さないの。痛い痛い。わからん。何が起こって、何が起こってそこが痛いの。ルッソと、ルッソと、え、ちょっと待って、完全に乱闘、完全に乱闘じゃん。ルッソと、リトルッソ、リトルッソだったね。ルッソとラミレスが競り合ったんだけど、なんか、なぜリトルッソが、なんか小競り合ったんだけど、高いボールをね、競り合ってちょっとなんか小競り合ったんだけど、なぜリトルッソが痛ま、痛んだのがわからないんだよね。なんか攻撃されたのちょっと見えてなかったんだけど、ちょっとね、乱闘です。乱闘を見るのは、怪我さえなければちょっと枠つきます。桜子は本当に怪我とか、なんかそれは、そう、心の傷もそうなんですけど、誰かが傷ついた、え、ちょっと待って、え、主審めっちゃ怒ってんで、主審がめちゃくちゃ怒ってる。主審がめちゃくちゃ怒ってる。え、こんな怒る？もうほんと。めちゃくちゃ怒った。めちゃくちゃ怒ってる。イエロー、オーバンブルー、オーバンブルーバイ。あれ試合だ。わーん、わーん。どうしてこうなっちゃうの？イエローだった。てって出してたね。こんな大盤振る舞いの、ちょっとなんでこうなっちゃったの。ルッソ、リトルッソは、リトルッソなんでよ、やられてないよ。もうちょっと待って、ちょっと落ち着いて、お水飲んでいや、もうこんなにイエロー出たら、もう交代ありますけど、ダミアン・サレスは関係ないとこでもらってたし、まず。で、ラミレスとウナルと、ダニロ・ロドリゲスとルッソだね。2、4枚出たんですね。あ、そっか、ダニロ・ロドリゲスもまた別か。ラミレス、ウナル、ルッソとジョバンニに、ペペペって4枚出たっていう。でもめちゃくちゃおこだったもん。こっち来なさいっつって。こっち来なさいあ、そっか、マテウラウス出身、そうだよね。そうだ、こういう出身だったの思い出してた。仲良くして、仲良く。危ない、いや、なんもないんだって。いつもやってるプレイだよおいたんはなんかわざとファールしに行ったりしないから、おいたんはなんかそういうのしないから。わあ、あれ取る。べべべべ、このなんか4枚連続イエローのシーンはちょっと語り継がれそうだな。べべべべって。イエロー。あのシーンはちょっと語り継がれそうですね。荒れたなぁ。追いイエローもありそうですね。
や本当ね、毎回ねラリーガは本当に多いんですよ。イエローは結構1試合8枚とか全然出るんだけど、もうすでに前半戦で8枚出てるから、7枚か。そうねえ、桜子本当にあの罵声っていうか、なんかね差別的なこと言われて傷つく人がいなかったり怪我しない限りは、なんかヒートアップしてるのはすごい、なんかガチガチ感が出ていいなって思う。本当に本気になってないとさ、大人やからさ、言うてみんな怒ることないやん多分。でもなんかあまりに長いとか、もうええやんって、もうええやんってなってるのに続くとかはちょっとなえぽよではあります。そのやっぱ会場との温度感みたいなのもあるじゃないですかね。乱闘とか小競り合いとか、なんかパフォーマンスとしてなんか盛り上がる範疇と、それそうじゃないやつと。そう、今日ね前をね左なんですよ。絶対あのね4枚連続出しのところちょっと使われ続けるわ。なんかスローインヘタフェ、まあでも前半終わるで43分だもん。うわあ、まあ、武闘派だからね、ヘタフェ。今も武闘派サッカーやってるか分かれんけど、武闘派でおなじみだからね。カードも多いですよ、そりゃ。竹内さんがいた頃もほんともうカード祭りだったよね、毎試合毎試合。プロ野球はさ、もうサッカー以上になんか、ちょっとお祭りやん。ね。なんかもう、面白いなって思うけどね。竹内さんユニフォーム脱いで登場。本当表現の仕方、あ、危ない、書き出して、やだ、出して、危ない、オッケー、危ない。そう、表現、なんか気持ちが高ぶった時の表現の仕方、服脱ぐしかないからさ。怒った時ももしかしたら服脱ぐかもしれん。たりするのかな、竹内さん。あんまないか。ああ、イエローだ。アランバリにイエローカード。そっか、マテオラウス出身は平均 4.5 枚。もうすでに今8枚ですね。倍マンですね。ヘルメット叩きつけるところで最高潮。そうだね。まあ、道具に、物に当たるのもちょっと桜子気になっちゃいますけど、ヘルメットとか割れちゃうから。なんかね、もうパフォーマンスでやってる乱闘とかはすごい好きです。もうプロレス好きだからさ。プロレスやん、だって。ね。この勢いでベンチのレイナさんに向かう。本当だよ。俺たちのレイナがまたベンチにいなくなっちゃうなんか。ベンチレギュラーメンバーがちょっと困るんですよね。本当いないと。そう。感情の高ぶりを服を脱ぐっていうので表現してるから、もう、嬉しくても服脱ぐし、めちゃくちゃ怒っても服脱ぐ。でもさ、めちゃくちゃ怒って服脱ぐはさ、結構あるよね。その、何格闘系漫画の世界で。ジブリでもさ、なんか、もう戦うときにさ、うん、うんってやったら、服バリバリバリってなるやん。ジブリとか、なんか、北斗の拳とかもそうやん。うんってやったら、バリバリバリってなる。あれ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 、いいクロス入る。危ない。コーナー、あー、スローインです。ババ頑張ってる、ババ頑張ってる。新日見に行ってたよ。むしろ新日しか分からへんかも。納期マスクの取り方、そうね。サッカー界の中山筋肉。いや竹内さんに中山筋、危ない
筋肉のギャグやってほしいな。パワーやっはっはっ竹内さんやってほしいな。筋肉とコラボしてほしいな。興奮して熱くて衝動的に脱ぐ、衝動的に盲目的に。さあ47分ですね。アディショナルタイム3分の2分が経過しております。残り1分。ちょっとね、あのカードが出た後からもヘタフェがすごいなんかゴリゴリに来てますけれども、下手な手品と体幹ぶれないダンス、かわいい。あとドラえもん歌ってたの、ドラえもんやったっけ。いいよ。うわー、スローインからチャンスになりそう。あぶねー、あぶねー。アウナルのシュート、よう不随だ。エリア内であんな倒したら危ないですよ。前半終了です。あー、危ねー。もうこれ以上あと3分ぐらいやったら危ないとこ。危ない。ちょっと待って、ファールではないね、ファールではない、外だしね。あと3分ぐらいあったら手に入れられてたんちゃうか。よかったよかった。この審判なら久保組んでたら1人2人退場にね。竹内さんも絶対イエローカード製造しますから、イエローカードコレクターだからね。カードキャプター竹内さんだから、竹内さんの命に、なんだっけ、竹内さんの命、さくらちゃんのあのセリフ、カードキャプターさくら、あの最初のさくら契約のもとさくらが命じるのやつ、なんだっけなんだっけ、闇の力を秘めし鍵を、真の姿を我の前に示せ、契約のもとさくらが命じる、レディース。クロウの作りしカードよ、我が鍵に力を貸せ、カードに宿りし魔力をこの鍵に移し、我に力を、ウェンディー。これならこっちだな。フィファの作りしカードよ、我が足に力を貸せ、カードに宿りし魔力をこの足に移し、我に力を、イエローですね、竹内さんが言うなら。うん、前半の一生リトルッソですね。リトルッソだったね。リトルッソは結局何にやられたの、あれ。こんまりいらっしゃい。キャプチャーイエローカード製造道房ですね。うん、何時のあるべき姿に戻れ、レディース。何時のあるべき、何時のあるべきロッカールームに戻れ、レディースですね。レッドだったらね。だけ代表から合流してから2回しか練習して、そうなんだよね。疲れでベンチスタートなんだと思うけど、はやちゃんちょっとね、でもちょっと使ってくれるんじゃないですか。うん、遊戯王みたいに左腕にデッキセットつけてイエローカード貯めてるか、もう全部イエローなんでしょう。イエローカード何枚もあってもどんな効果になるの。22人揃って前半終われたのは奇跡。いやだからもう22人揃って試合終わったら拍手。もうさ、今日の試合の目標はそこにしよう。22人揃って試合終えられたらもう両方勝ち点3みたいな気分は。勝ち点3、レディース。裸には裸になる。ずっと俺のターン、イエローシュズッド主人のターンだから、ターンエンドないからね。いや、イエロー祭りですね、イエロー祭りです。今日も
や本当に色変わっちゃうよこんなの。だって両チームともに4人出ちゃってんだよ。どうすんどうすんのこれ。22人揃って試合は終えられてたけど、ベンチのレイナさんが、レイナさんレイナさんダメだよ、レイナを返せよ。俺たちのレイナをどこにやっちまったんだよ。返せよ。やっと帰ってきたところなんだよ。もうレイナさん本当に誰よりもレッドカードともらうからね。何ロドリゲスがカードもらってるから早めに久保に変えるの希望です。それにしよう。もうせっかく初陣だし、アギーレいろいろ考えてたんだけど、ちょっともう前半でまさかこんなにイエローカード出ると思ってなかったから作戦変更。竹房くんを後半の頭から使っちゃうよ。ちょ、アギーレのキャラなんなんこれ。アギーレ監督のキャラなんなんこれ。リバースカードオープン、イエローカード。オープンしてもイエスでしょうねって。ここでイエローカード使わせてもらおう。フリーキックを選択しかないんだわ、逆に。それ以外の選択ないんだわ。場外乱闘のレイナス、場外乱闘もこの間ちょっとやってたけどね、マフェをね。もうライン出てるのにいつまでもボール追いかけてたから可愛かったよな。謎のアギーレキャラが出てきました。もうみんなカードもらいすぎだよ、プンプン。ダメだぞ。僕たちがやってるのはフットボール、分かった。謎の監督キャラが。もうイエローもらってない選手を読み上げた方が早い試合になる。そうね、もうまだもら、逆にあれ、お前まだイエローもらってないの、うーわーこいつ。主審、こいつイエローまだもらってないそうです。あれ、お前まだイエローもらってないの、もしかして。神隠しレイナ、そう、もう隠されちゃう、いつもなんでかわかんないんだけど、5試合に1試合ぐらいちょっと髪隠されちゃうんだよね。早くイエローもらおうぜ。あ、お前もまだイエローもらってないの、早く俺たちイエローもらいに行こうぜ。すいません、イエローカードってここでもらえるって聞いたんですけど。竹房に列ができる。イエローカードもらえ、君にタックルするとイエローカードもらえるって聞いたんですけど本当ですか。イエローはないけどレッドはもらう。レッドもや、そう、竹房はカードあんまもらわへんねんけどな、レッドあったよね。イエローカードはちょっと、もう後半はさすがにさ、なんか選手も冷静になるし、我々も冷静になる、お客さんも冷静になるけど、主審もちょっとクールダウンするから、あ、やっちゃったー、ちょっと出しすぎちゃったなーってなってると思うから、多分後半はちょっと絞られるんじゃない、よっぽどじゃないとカード出ないかもよ。イエローもらってない選手が積極性なしと判断されそうな試合。ふむ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 、カードを怖がって積極的なプレーができてないな。タケ怪我しないで。そう、怪我ね、本当に怪我避けの能力があるから、もう素晴らしいです、怪我を避ける能力、怪我を避けるだけの能力、なんだっけ、なんとかだけの能力って何のやつだったっけ。怪我を避けるだけの能力、なんとかだけの能力って何のやつだっけ。
スペイン一の名物主審、いや本当に名物主審にジャッジしてもらえてありがたいですね。やっぱヘタフェマジョルカ戦って言ったらね、もう全世界が大注目の大事な大事な一戦ですから、スペイン一の名主審がやっぱサバカンとね、やっぱりサバカンとね、サバカンとツナ缶つってね、お酒飲もう。氷入れてきてもいいですか？皆さんもお飲み物飲んでください。そういえばなんか、カードの話で盛り上がっちゃったけど、前半の印象とか感想とかあったらコメントください。よろしくお願いしまーす。初めての方でもコメントください。サバ缶とね、サバ缶とツナ缶とね、あずき缶がね、からの桃缶だよね。まだ缶詰の話してる。うん。そう、怪我酒ふさ。怪我酒ふさ。久保竹ふさ。怪我酒ふさ。リズムは一緒だね。怪我酒ふさ。もう竹さんの名前で遊びすぎじゃない我ら。リスペクトをね、持って、リスペクトを持ってやっておりますので、そこんところを忘れなく、泣く泣くなーるん。忘れなく。え、カーブタイム中ってベンチの配信どうなってるんだ？うん。もう目的に戻ってきに、ふん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 。あ、CM 流れとる。そうなんだ。ちょうどサッカーとプロレスの間、そう、それがラリーガ武闘派ヘタフェの試合でございます。さ、ちょうどサッカーとプロレスの間、だからサッカーも好きだしプロレスも好きな人は楽しく見られるということですね。練習してるから多分乱闘の練習しっかりしてるから。アレクサとタケフサ語呂が一緒。本当だ、アレクサ、タケフサ、タケフサ、フリーキックで自分が蹴るって主張し続けて。もうボールをさ、離さない感じで。もう僕が蹴ります、絶対、みたいな。ラフプレイ多いとか、漫画なら間違いなくヒール役。ヘタフェ？ヘタフェヒールなんかな？漫画だったら。なんか、海賊の帽子何？かわいい？何？なんで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 海賊の帽子みんな被ってんの？かわいい。うん。あ、レイナー。なんかレイナーさんも。ちょっと待って。これはちょっと、なんか、一足先にアップを終えてね、ベンチに戻ってきた、なんかもう無防備なレイナさんがカメラに抜かれてましたけど、なんだレイナさん授業に答えてくれてる。我らのレイナさん授業に答えてくれてる。あれは笑っちゃうよ。なんかもぐもぐしてんのかさえ思ったけど、笑っちゃう。いや、出ないから、後半から、レイナさん出場を期待し、もう出場を期待する、なんか、カメラワークじゃないやん。なんで今、映ってたん？めちゃくちゃ面白かったな。あ、竹内さん！竹内さん、水色のスパイク可愛いですね。さあ、まもなく後半戦。
初見です。こんばんは、いらっしゃい。どうも、サッカー大好き泥酔姉さんこと大丸さくらかです。サッカーの同時視聴配信をしています。久保建英選手の試合はもうすべて配信しております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。高評価ボタンもよろしくお願いします。いう概要欄からツイッターのフォローもよろしくお願いします。はい、お願い事がたくさんで申し訳ございません。久保建英、服脱げるさそう、服脱げるのはもう分かってるからね。そう、いいのよ。服脱げたね、服が脱げたね。服脱げるのは分かってるのにね、うん。セシルラインさん、サバ缶大にありがとう、ありがとう、ナイスパーチャット、 Thank you、 ナイスパーありがとう。いやいや、サバ缶買えるよ、ありがとう。まあね、あの Google さんがいくらいくら持っていきの、うちの会社がいくらいくら持っていきのの残ったやつ、あ、買えるよ。そのスーパー格安スーパーとかだったら缶詰安いとこあるかな。ありがとう。サバ缶とな、ツナ缶とな、モモ缶がな主審もすごいカメラに抜かれてますね。ナイスパーって言うとこう、何、紙吹雪がパーって画面にパーってなるので、ぜひ言ってみてください。ナイスパー、ナイスパーじゃなくてナイスで出んねんけど、ナイスパシパンもうめっちゃ怒ってたな主審。こっち来なさい、もうこっち来なさい、言いたいことがある、ちゃんと聞きなさい。サバ缶はお味噌汁に入れても美味しい、よく作る。そうなの、サバ缶お味噌汁、なんか油っぽくなったりしないの、お味噌汁。美味しいんだ。美味しそう。サバ缶って何やっても美味しいよな。なんかね、この画面のね、紙吹雪はね、ナイスパイパーありがとう、ナイスとか、すごいとか、おめでとうとか、なんかそういうポジティブな言葉言うと、パーンってなるようになってます。カレーに、カレー美味しそう。なんだっけな、あの、その昔、ま、今も、あの、劇場版は続いてるから別に終わった作品じゃないんだけど、京アニさんのフリーっていうね、水泳のアニメがあったんですけど、それで、主人公の、が、あの、サバがめちゃくちゃ好きっていう、主人公サバしか食べないぐらいサバがめちゃくちゃ好きっていう設定があって、それになん かサバ缶をカレーに入れるなんかメニューが出てきた気がする。サバ缶味噌汁は美味しい。そう、サバ味噌、サバ味、サバ味噌缶が特にうまい。ヘタフェは早くもカード餅を2枚変えてきた。ラミレスとスアレスを変えて、そうね、ダミアン・スアレスはもうプレイの出場45走ってたらもう絶対カードもらうから早めに変えた方が、まあもともと変える予定だったんだろうけどね。ですね、ちょっと退場者出なければいいけどね、マジョルカも前半イエローかなり出たんです。ペペペペって4枚連続出たから。こんばんは、なさーい。久保後半来そうね、来るんじゃない。初見です、こんばんは。後半竹内さん大暴れな予感しかない。初見さんようこそ、コメントありがとうございます。な、にんにょ、うん、サッカー大好きです、いねえさんこと大丸さくら子です。サッカーの同時視聴配信をしています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。うん、あ、いいじゃん、ニーニョニーニョ頑張って一人でよくシュートまで持って、胸トラップからシュート。後半リコちゃん、マフェ、オリバン、ルッソ、ババ、ジョバニ、やっぱり5バックだ。オイタン、ダニ・ロドリゲス、パタグリア、
にいにょ無理気ですね。竹井が同時起用ねえ。竹も伊賀もいるんだよ。竹井が同時起用あるかな。え、でもヘタフェでしょ。ヘタフェであるかな。ババア危ない、痛い、硬いところ、硬いところぶつかって大丈夫ですか。手首を痛めています。うなる、アップねしてるかな、今もしてるかな、どうだろう。ちょっとハーフタイム中はアップしてて、今ベンチに戻ってるかもしれないですね。ねえ竹内さん、レアル行ってほしいね。ビニシウスがスペイン国籍を取ったということなので、竹内さん、レアルあるよ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 、夏からレアルあるよあるよ。マジョルカのことあまり知らないので、桜子さんのおすすめ選手教えてください。おすすめやばい、今出てる選手だったら、セビージャオイタンですね。セビージャオイタン、キャプテンの38歳の、御年38歳のデーベテランなんですけど、竹内さんが、マジョルカ、初年度の時からマジョルカにいらっしゃる方で、そのね、竹内さん最初にマジョルカ入ってきた2年前ですね、時は、去年、一昨年、2年前、3年前の時は、もうね、全然、パスをね、出してくれなかったんです、竹内さんに。セビジャオイタンは竹内さんのことがまだ信用できなかったというのもあると思うんですけども、でも一緒にその降格しないようにね、残留争いを一生懸命一生懸命戦い抜いた結果、もう徐々に徐々にですね、竹内さんのことを信用するようになって、もうシーズン終盤にはですね、ものすごい信頼関係が二人の間には気づかれるようになってですね、そして竹内くんが他のねクラブに行って、今マジョルカに戻ってきた時も本当に一番に竹内のことを見てすぐパス出してくれるぐらいのいいコンビネーションになっております。セビージャオイタン、ぜひかな。でもね、マジョルカの選手みんなね、やっぱ魅力的な選手がいっぱいいるので、誰をにフォーカスしてみてもなんか愛着湧くと思います。だってもう我々ベンチにいるゴールキーパーのこと大好きすぎやもん。試合出てないのにずっと気にしてるからね。チャンネル登録者モード、チャンネル登録者モードになってる？誰でもコメントの話かな？誰でもコメントモードのはずです。そう。他にもいっぱい。どの選手も好きです。マジョルカいいところも悪いところも漫画の、そうそう。だから見やすい、本当に見やすいっていうか、なんか試合は見にくいんだけど。誰でもコメントモードじゃないんだ、なんでなんだろうな。なんかいつもね、誰でもコメントモードにしてるんだけど、誰でもコメントモードにしてるんだけど、なんかね変わっちゃうんだよな。ちょっと待って、治るかな、よいしょ。でもチャンネル登録はマジでしていただきたいので、チャンネル登録はコメントできるできないに関わらず、ぜひよろしくお願いします。そう、なんか試合はね見るのしんどい時も多いんですけど、なんか物語として追いかけるのはすごくねいいですよ、マジョルカ。カウントしたーい、カウントしたーい。ルスのファール。いや、わかんない。なんか YouTube くんのなんか、あれやこれややと思う。痛い？どうした？マフェオ？マフェオがちょっと足痛いですって言ってる。
マフェオはカードをもらってないから帰られへんで。おお。さあ後半52分ですね。0対0。いい天気。ゴールキック、ウナルが頭で合わせて、うん、ババアのヘディングクリア。うん、おいたも頭で。さあどちらとのボール、どちらのボールともないやつ、ヘタフェがチャンスになりそう。わあ、ナイスクリア。無理、いける、収めた。ナイス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 。ジョバンニニーニョ、うわあ、ちょっと早急だったかな。え、何、誰の話？3歳。すごい。え、誰、ニーニョの話？ジョバンニ？ジョバンニの話？ 3 歳。あ、危ない危ない危ない、ババ頑張って、ババ頑張って。どうだった、コーナーかな、コーナーかな。うーん、やっぱババがね、本当にね、ヘタフェのエースのウナルをね、抑えてくれてるのも、ここがマジ鍵。鍵。うん。コーナーキック大事ですよ。わあ、あ、うわあ、いいヘディングだったけど、枠の上でしたね。うわ、うわー、そうね。そうね。コーナーキック、すごい取り方だな。すごい取り方だな。ゴールキック。マジョルカ。リコちゃんから。うん。マフェオ。ニーニョ。うん。じゃあね。お、いたん、いいよ、いい位置で取った。縦、うん、どうですか、スローインどっちだ。うん、オリバンのスローイン、よいしょ。わいいよな、いいボール入ってきて、ヘディングで跳ね返したボールを、うん、やばい、カウンター、あかん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 。あ、いい、いい時間の遅らせ方できてるけど、でもまだ危ない、頑張って。ういしょい、最後シュートで終わっていきました。ヘッタフェいいね。アギーレさんが久保くんについて、短時間で効果的に敵にダメージを与えられる存在、いわゆるジョーカーとして使いたいとのこと。IJ や三笘のように使うのがいいかも。なるほどね。お、選手交代。アンヘル。ニーニョに代わってアンヘル。なるほど。なるほど。いいよいいよ。こんばんは。韓国の選手意外だね。出てないね。ベンチです、ベンチ。だいぶスタメン変わってる。だいぶ変わってる。フォーメーションも変わってるよ。頑張れー。マフィオ。ナイス。
やマフェをね生き生きしてていいですね。さあ高いボール、強いダニロドリゲス強い。頭、アランバリか。アランバリ倒されて、ちょっと起き上がれないって感じですね。大丈夫かな？頭同士だ、痛い。いや、痛い。うわ、怖いよ。怖い、もう事故映像だよ。なんでダニ・ロドリゲス無なんだ。ドロップボールからそうなんだなんで無だったんだ。全く痛がってなかったよね、ダニー・ロドリゲス。まあでもその当たった位置というかだよね、衝撃がどっちに流れてるかだよね。頑張れマフェオ、あれにゃあれにゃ、うなる、いいボールあ、頭当たったのに顔押さえてるときは平気なとき、確かに。でも倒れんときね、しっかり受け身取れてたからよかったね。本当に脳震盪とかだともう意識なくパタンって倒れて動かないときとかが一番怖いからね。あ、いいよいいよ、無力に注意がね入りました。アランバリとぶつかってアランバリ倒れ、あ、ちょっとね確かにファールっぽいですね。首いってるからちょっと危ないよねこれは。残留してほしいけどね。おいっす、こまるいらっしゃい。さあ60分になっております。0対0。はい。じゃあね、危ない、判定させたくない。シュート、ーハンド、いやちょっと待ってハンド、ペニャルティエリア内、ペニャルティエリア内でハンド、ちょっとだいぶ盛り上がってますけど、主審はハンド取らずに試合続行ですね。ハンドなの？わかんない、全然見えてなかった。なんか選手がブラインドになってて全然手元は見えなかったけど、なんかでもあのボールの跳ね方はどうなんだろう。ハンドだったらあんな跳ね方するかな。まだ言ってるよ、まだハンドだったよってヘタフェの選手は言ってるよ。ちょっとリプレイがあります。はい、入ってきたボール胸で落として、後ろからのシュートが、でも体にくっついてるからないね。誰かな、なんかね、肘に当たってはいるんだけど、もう完全に体にギュッてついてるから、あれはハンドじゃない。VAR ありますね。あ、ね、ここね、一旦 VAR 室と、コンタクトになるっぽいです。でもね、あれはハンドじゃないと思う。もう会場が、ヘッタフェンのホームもあって、会場がもう収まりきらなかったから、あ、で、あら、
VR お弁当箱見に行きますか。ないと思うけどな、桜子は。ハンドとないと思うけど、先に自分に当たってから肘に行ってるから俗に言う室屋案件で大丈夫。室屋案件、いや肘だよね。しかも畳んでる方、あ、右手も当たってんだ。あ、右手も当たってんだ。畳め切れてない方も当たってんだ。あ、じゃあハンドもあるかもな。いやー、右手もでも体に当たってからだから、自分の体に当たって跳ね返った先のやつだからないと思う。桜子はこれハンドないと思います。どうですか、主審どうですか。 VAR お弁当箱の中身は PK。 しかもカード、やだー、レッドカード。あー、ルッソが退場になっちゃいました。レッドカードです。嘘、あれってハンドなんだっけ。ねえルッソかわいそう、畳んだよ、お手て畳んだよ。肘に当たった後じゃん。肘に当たった後じゃない、ちょっと角度変わってるから。から自分の体に当たって跳ね返った時はセーフなはずじゃなかったですか。どうでしたっけ。 PK 与えて退場ってルッソ前にはあり。いや最近あったな、こないだあったよな。あールッソはすごいね、説明してます。主審にね、そうだよね。まあしゃあない。まあ主審がそのハンドでした PK って言うんだったらもう PK ですから大丈夫。リコちゃんを信じよう。いやーもう、あれついた、なんだろう、バタついた、なんだろうな。ざわざわ試合ですね、本当に。なんか本当に試合以外のところで盛り上がりすぎている。うなるが蹴ります、リコちゃん頑張って。これジャッジリプレイ案件ですよ、本当にジャッジリプレイ案件。うなるが蹴ります、やめて、やだー、リコちゃん頑張って、リコちゃん頑張って、やった。桜子、まあいいや、まあそれはいいや。いや、あるよ、まだね、流れは持ってかれてない。まだあるよ。退場がなかったらマジョルカペースない人、そうだね。でももうルッソはいない。ルッソなんでいつも PK と共にいなくなってしまう。ルッソ、ちょっと待って、ベンチに注意、カード出る、やめてちょっと、何ちょっと待ってください、レイナさんは退場させないでくださいね。
レイナさんは退場させ、あ、なんか注意がありましてけどもちょっともうドキッとしちゃうね。主審がさ、マジョルカベンチに駆け寄ってきた、ちょっとドキッとしちゃうね。レイナさんいなくなっちゃうかと思ってPK と共に去りぬなの、本当にルッソイもういつも PK を残して去っていっちゃうんだけど、でもね、で1人少ないんだけど、まあでも前半にもう4枚カードもらってる時点で、で最初の交代がカードもらってないニーニョだった時点で、アギーレもう危ねい、もうちょっと退場者出るかもは想定するやんから、まあだから10人で、フィールドプレイヤー9人でやる、なんか策を考えてはいると思うんだよね。うん、ムリキとアンヘル残る、ムリチって可愛いな、ムリチとアンヘル残すから今日の久保の出番はアップ。まあ竹内さん休みかもしれないで、ちょわざわざ言いに来なくていいですよみんなそうかもなって思いながら楽しみにしてるから、わざわざ言わなくても大丈夫だよ大人は言わないんだよ竹内さんベンチスタートですね。アギーレのあの笑顔さ見せられたらなかなかカード出しづらいよな。いいんだって言わなくてわざわざさあフリーキックヘタフェ、いや、いやでもウナルが一番ウナルが一番お落ち込んでんじゃないこれ。カード出そうと思ってもねえ、あの笑顔には出せないよね。守りたい笑顔、本当だよ。歯が白いんだもん。歯が白い。ヘタメンの選手交代がありますね。アブドン出るかな、アブドン来てくれるかな。でもアブドンのことはもう分かってんじゃない。カフーもね、カフーも笑顔昨日もすごいいい笑顔だったよね。うん、おー、おかゆ、おかゆ買える、マクシモビッチ変えてくるね。これで2回交代の4人交代になりました。ヘタフェ、マジョルカはニーニョをアンヘルに変えた、1枚替えしか使ってないのでまだわからんよ、70分。うん。さあ、70分、0対0です。ヘタウェもそうか。厳しい。順位なんだよね。いいよ。じゃね、イグレシアス、イグレシアス逆サイド、うわあジョバンニ設定スローイン、マジョルカの降格回避連続だ、見たい見たいね。本当に降格残留決定弾ですよ、もう竹内さん残留決定弾でおなじみだから。
いいぞ。これ監督変わる前なら505やってな。そうなんだよね。ま、前はね、ほんと超強火、もう負けてたら超強火フォーメーションにしてたから。昨年はヘタフェを残留に、ヘタフェを救い、今年は降格に追いやる竹房。うわぁ、去年の天使が今年の悪魔じゃ。勝ち点3差なんだ。いや、でも今でも思ってるよ、無力に助けられてるよ、本当に。期待してる。大丈夫。無力ならゴール、作れるよ。本当にね、たくさん無力はたくさん走るし、もう守備も頑張るし、本当に献身的なプレーができる。センターバックもできそう。でももしかしたらさ、元はセンターバックとかもあるんじゃないかな。あるよね。いや、桜子もアギーレね、相談事務所のこといつも思い出しちゃう。高額争い。前は無力、後ろはババ。ほんと、ババいるかいないかめちゃくちゃ大事なんだよな。久保くんにアセンショとかデブライネみたいなミドル装着して欲しい欲しい。なんの、どこのレベルアップをさ、し続けたら、ミドル装着なるんかな。どうしたらいいんだろう。欲しいよな。竹内さんにミドルあったらマジ無敵だわ。無力のフルネームって、ベダット無力、ベダットなんだ。ベイル、ね、そうね。もう、どうしたちょっと、ディフェンスラインがこう、なんか、人のせいになすりつけやってたけど、やめてもろて。頑張って、無力大丈夫？カード？フリーキックだ。無力、どうしたの？お腹痛いよね。なんだ？どこで競ったんだ？空中戦。あー！ジャンプしてるところに突っ込まれたんだね。もう空中でぶつかられたらもうどうしようもないからね。これは苦しい。痛かったでしょう。痛い。止まれなかったのかな、オリベイラ。いや、めちゃくちゃ苦しかろうて、こりゃ。はい。で、ここからのフリーキックになりました。オイタンが蹴りそうですね。セットプレイ。ちょっともうね、倒されて痛いところなんですけど、すいません、無力さん。高さ貸してもうていいですか？どうする？ふわっと浮かせて、うん、クリアしたセカンドを、もう一度前線にオーリバン。はい、これはソリアがキャッチ。右、斜め45度ぐらいからを自分の竹房ゾーン、久保ゾーンですね。久保ゾーン欲しいな、久保ゾーン。いやー、いやでも、このままね、頑張っていけば竹房もミドル装着はありそうな気がするんだけどな。
さんマジョルカのスローイン、そして指示を出すアギーレ監督、ジャンピングエルボーだったね。桜子さん的に久保レアルで見たいです。見たいです。え、全然見たいです。竹内さんレアルで見たくない人いるのかな。なんかデメリットあるっけ。守備陣に退場者出た時に交代枠使わないで対応するの。そうだよね、今いるメンバーで頑張ろうなんで。何ある、今いるメンバーで頑張ろう、珍しいよね。うん、だから想定してたんじゃない、やっぱり。だとしても、でもせっかくの交代枠だからどっかでは使ってほしいけどね。でも調子がいいときは逆に変えへん方がいいみたいなとこなんかな。なるほど、なるほど。ジョバンニのファールとなんかどすこい。なになになに、こっから俺の陣地。なんかカバディみたいな競技、ジョバンニ始めそうだったけど、なんだったんだろうあのポーズ。あのポーズなんだったんだ。かっこいい服の脱ぎ方。いいよ、もう脱いでくれるだけでいいよ。さあ、フリーキックヘタフェ。あー、お、いいや、強い。あ、直接だ。直接狙ってきた。めちゃくちゃいいミドルだった。オスカル・ドドリゲス、あーはー、そんなの蹴れた？そんなの蹴れたっけ？めっちゃいいシュートだったよ。めちゃくちゃいいシュート。あれちょっとリコちゃんね、反応しきれてなかったから、めちゃくちゃいいシュート。いいフリーキックだった。よかった入らなくて。あ、選手層が厚いから出場機会が得られないんじゃないかってことね。うん、なるほどね。試合出てほしいもんね。見たいよな。え、でも全然なんだろうな、全然出れると思うんだよね。うん、レアルも見てますけど、レアルも見てて竹房も見てて思うのは、全然レアルマドリードで久保建英はいけると思ってる今や。こうやっただけって、アビル、こうやっただけ、ファールじゃないよ、こうやっただけ。無理、ヘディング絶対勝つマン。プレシーズンマッチ。え、南野くんは一つの成功例やって思ってるけど、桜子。挫折ね。やめてー！うわー！ うわー！ナイスロールヘタフェ！いやー、81分か。うん、あれ、誰のユニフォーム？いやー、ちょっとねー、しのぎきれるかなって思ってたからちょっとショックだよね。
はいはいはい、左サイドね。うわ、いい縦パスだ。シュートの精度もいい。これだ、誰だ、誰、すごいじゃん。ゴンサロ、ゴンサロから最後、うーん、ボルハマジュラル。いやー、またまたのユニフォーム。なんでなんで、また怪我してるから。いや本当にマジュラルのほんとスルーパスが神がかってて、でそれをこねることなくシンプルにワンタッチでシュートを狙って、しかも素晴らしい、コースも強さも申し分ない、素晴らしい、もうヘタフェの得点でしたね。言うことなしえもん。出してほしいねえ、ヨシト君もそう思う、桜子も出してほしい。また肩の怪我で今シーズン絶望。あ、そっか、それでね、また愛されてる、てててててて、よ、いい話だよ。そうだよね、でも本当にこのホームにかけてるんだろうな、ヘタフェな。でね、カルチャさんかな、カルチャさんがラグあるのかなってこう気にしてくださってたと思うんですけど、 この配信はですね、あのうちの配信は一つだけ、約束事がありまして、ゴールシーンはですね、桜子さんのリアクションの後にコメントするという約束事があります。あのネタバレになってしまうので、桜子さんどうやってもダゾーンと YouTube 等であのラグが生まれちゃうので、で桜子さんのリアクションの後にゴールのリアクションをすると、他のリアクションはまあちょっとねバレてもいいんですけど、はい、よろしくお願いします。だみんながあのラグもあったのもあると思うけど、あの気を使って桜子さんがまだ反応してないからまだ反応してないから気を使って、あのコメント、お、竹内さん来るじゃん、あのコメントを抑えてくれてたっていう感じです。よろしくお願いします。10人、あ、意外にもだ、いいや、いいね、いいね、え、なんで、ちょっと待って、置いた意外にキャプテンマークびっくりしちゃうじゃん、誰誰誰誰って言ったの。拡散しよう、拡散してください、桜子のツイート、竹内さん来たよって拡散してください。ちょっと桜子もスマホでやろうかな。竹内さん来たよ、竹内さん来たよって引用率しよう、引用率しよう、嬉しい、やばい、嬉しい、竹内、ふうーさん、うーさん、交代、おっしゃ、ツイート、ツイートした、ありがとう。フルス対決ですね。あ、ワウワウで見てるとね、ワウワウだとちょっと早いよね、ダゾーン遅いんだよね、ラグがねあるよね。竹ヶ院の超攻撃的布陣あるよ、あるよ、うー、楽しみ、楽しみ、超強火かとろ火か。まあでもね、勝たんといかんから、やっぱり、はい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 、竹さん、竹さん、あー、ババ、ババも上がってきてる、やば、時間がないよ、時間がないよ、この時間あれば2点取れる、2点取れ、失礼いたしました、こんなに時間があったら2点取れちゃうよ2点取れちゃうよ、
無力のヘッドアンヘルどうですか、何のアンヘル PK ないですないです、ノーファール、ババーババーマイボールありがとう、ババからロングボールですね、意外大丈夫かいな、痛かったんじゃない、無力ガイン競ったやつ、オッケーオッケー、ファールない、あファールか、何 VAR、 あアンヘル踏まれてる、アンヘル踏まれたのか、なんだ何、わからん、あ踏んでないかも踏んでないかな、うん、 VA 帳尻 PK はないんじゃないかな、88分すごい足上げたままだったね、踏んでなかったね、踏んでませんでしたっていう報告だったのかな、はいはいはい、マフェオサンチェス、何カード、マフェオ、あ もらってないか、なんでボールさ、ボールないとこでいいっていいってもうカードもういいっていいって、あそういえば俺もらってなかったわ、じゃないねんて、いいねんて、いやまあちょっと手出るのわからんでもないな、ちょっと煽ってるもんな、あれにゃあれはちょっと煽ってるもんな、え、うん、そうね、オイタンとパダグリアとダニ・ロドリゲスに代わって竹内とイガイニンと誰が入ったんだ、あーサンチェスが入ったと、ほんであヘタフェも最後の選手交代、うん、フリンキック、序盤に頑張って心折れないで諦めないで、マヤミキです、諦めないで、何選手交代、時間使わ使うじゃん、アレニャお疲れアレニャもう煽り上手くなっちゃって、もうお疲れ、ベンフィカのレンタル選手、いやーフリーキックちょっとしっかり、やだ90分何分ちょっと長めにください、さっき入ったばっかりなんです、竹内さっき入ったばっかりなんで長めにください、フリーキック直接、やばいクロスバー、クロスバー、やだヘディング、怖い、出して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 、意外あいや本当にフリーキック可能性しか感じない、あ5分5分かなん、クロスバーあやだやだやだ、ファールないかな、ノーファールですか、外出たかな、ゴールキックコーナーキック、何ゴールキーパーからの長いボールこう、おお危ない位置に、危ない位置にこぼれたやつを追いかけて、足ファールっぽいところある、序盤に足に行っちゃってる感じする、いや本当にオリバンのフリーキックすごいんだが、こんなのやってた、こんなのやってたっけ、帳尻ノーファールで、帳尻ノーファール、あコーナーキックになってる、オッケーオッケーオッケー、無力ヘッドで競って竹内追いかける、セカンド、いやボール運びたいよ運びたいよ、わーやだやだやだ、オッケーオッケー、いけるいける、アランバリ、やだ何オリベイラ、すごい、よし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 、うわ怖い、危ない危ない
ピーケポピーケポかったけどね。ククレジャが蹴ってた。そっか、フリーキックってククレジャ蹴ってたっけ。オリバン、あんな強烈、あんな精度のフリーキック持ってたんか。まあ、オリバンもね、途中から入ってきた選手だったっけ。いや、ちょっと待って待って、スローインだ。早めに前に運ぼう、ボールを。オリバン、ロングスロー。はあ、無理き、競り切れませんでしたが、ジェネが大きくクリアする。そのボール頑張って。ジョバンニ、手つないでる？え、今手つないだ？何？ちょっと一瞬、なんか手つないでなかった。今なんかちょっと手つないでなかった。な、何今の？わあ、あ、サンチェスがキャプテンマーク巻いてるんだ。そうなんだ。頑張ってマフェよ、よしよしよし、いいよいいよ、マフェよ、あ、いやいやいや、あ、アヒャル、竹内さん倒れてますけど、なになになに、うわぁ、3分だ、あと2分、一緒にゴールしようってなってたよね、手つないでたよな。えっつって、一緒に手つないで走り出してたよね。びっくりして、急にね、だって試合中に急に手つなぎ出したらちょっと何何ってなっちゃうじゃんね。ちょっとお願い、なんかもうボール本当に落ち着けられないんだけど、なんとかチャンス作れないかね、チャンス作れないかね。竹内がヘディングで、そんな、もう、いやーいやー、頑張っていいよ、竹内さん、奪った、よっしゃ、ジョバンニ戻して、ババのロングボール、前編、無理き、収めて、アンヘル、ちょっと待って、意外に頑張れ、ちょっとな、もう、つなげようよ、ボールを、あと30秒だよ。にゃーん、いや、ほんとよー、つないでるの手だけやねん、ボールつながれへん、いや、マフェよ、ちょっと、なんで、マフェよ、なんで竹内さんに出さ、なに、あ、振り切る、それはありよ、AH、ちょっと蹴らしてもらっていいですか、すいません、蹴らしてもらっていいですか。フリーキック獲得はナイスですよ。蹴らしてもらっていいですか。ちょっと待って、もう酒飲むわ。どっち？あ、イガイン。あ、イガインもいいよね。イガインもいいんだよね。じゃんけん、一旦じゃんけんする？え、どうしよう、やばい。え、どうしよう、イガインか。竹内さん、ここはちょっといけへんよな。性格上無理かな。いや、無理かな。あー、無理だった、ごめんね、無理だった。期待してます。意外にもほんとフリーキック上手だからね。パン、あ、こぼれ球、竹内さん頭でつないで、ババ頼む、いや時間ダメなんだ。いやー、勝てなんだ。いや、ヘタフェや、もう、気持ち入ってたよ。いやー、やったよ、ほんとに、ヘタフェ頑張ったよ、ほんと。竹内さん、フリーキック見たかったけどね。でもなんか双子みたいで可愛いね、あの二人はね。あー、くそー、ちょっとねー。一人少ない中、0対0しのぎきれるかなって思ったところもあったんだけどね。いや、でもこの得点は素晴らしかったですね。ヘタフェの得点は本当言うことないぐらい良かった。え、何？ムリキとウナルが
ユニフォーム交換、あら、そうなんですか、よか、よきですね、それはとってもいいですね、よかったね、無力よかったね、ユニフォーム交換してもらってよかったね。なんか、あれ、マフェオが居残り怒られされてる、マフェオが主審に居残り怒られされてたな、今。そういうとこやぞ、つってな。よかった、まあでも、まあな、古巣もね、あるもんね、仲いいとこもある。かもね。いやー。いや、本当にね、リコちゃんが PK 防いだところ、本当に素晴らしくな、よか、良いとこもありました、そんな感じで。7連敗か。7連敗か。カードバトルしてましたね。竹雄さん、もうちょっと長い時間見たかったね。もうちょっと長いとこ見たかったな。そうですか。でも仕方ない、そのなんか、代表戦から帰ってきた疲れとかもね、考慮してくれてのプレイ時間だと思うので、スーパーセーブよくすごかったよね。あと、フリーキックで、本当に、オスカルのフリーキックがすごいのね、いっぱい2本ありましたけど、それもゴールにならなかったのラッキーだったし、レッドが出て、いや、ね、レッドが出たっていうか、もう前半にイエロー大量に出た瞬間にどうしようかなってちょっとなったよね。次アトレティコ戦ということです、マジョルカは。ひゃーひゃー、大一番でもなんかね、強い相手にこそ輝くみたいなところもあるからさ、はい、いやいやー悔しい。アトレティコキラー、そうだよね、ほんとだよ、ゴール奪っちゃいなよ竹内さん、ユーやっちゃいなよ、ユースタメンで出てゴールしちゃいなよ、次スタメンなんじゃない、もうね、次は。でもこの5バック、ババを真ん中落としての5バックがだからもういつものマジョルカになるのかヘタフェ用なのかがまだわかんないけど、でもなんかありな気がしたけどね、532、532の右に竹内入りーの、左にイガイン入りーのとかありなんじゃない。まあ、おいたんそうね、うん、いいんじゃない。あ、わかんない、ダニロドリゲスはいるかな、だからパナグリア、と時間を分けして、ダニロドリゲス、いや、まあでも中盤選手分けできそうだから、竹内さん90分も全然使えるんだよな。ジャッジリプレイ案件ですね、あれは。ちょっと桜子は体に一旦当たったボールがおててに当た、自身の体に当たって跳ね返ったボールがおててに当たった時は、あの、ハンド扱いにならないっていう認識だったんだけれど、ハンドになったよね。当たってないっていう、肘には当たってないっていう見解だったのかな。アトレティコ買ってもらいましょう、一狩り行こうぜアトレティコ。先発あるんじゃない、スタメン竹内さんはあるんじゃないかなって思ってます、期待しましょう。昔のヘタフェみたいになってる、今のマジョルカ、今のマジョルカはちょっと分からへん、今のマジョルカはちょっと監督変わったばっかりやからどうなるかまだ分からへん。でもなんかやっぱり監督変わる直前までの数試合ってもう相当やばかったけど、もうやっぱ崩壊してたんやなって思った、今思えば。試合の時だけとかじゃない、多分なんか内部崩壊してて、なんとかかんとか試合で出たんだろうなと思った。ちょっとなんか落ち着いてたもんね、落ち着いてたもんね、今日のマジョルカは精神安定してた。
うん、まだねちょっとどうなるかわからへんな。ボールが地面についてるより空中の方が空中の方が長かったよね今日とか特に。あー今日だからさ竹でもねあのいいこともあるんですよ。ちょっとやっぱりあれにしとこう。あれは良かったんだ。桜子竹内さんの配信はそうしようと思ってやってたのかも。申し訳ない。登録済み。登録済みのにする理由がありましたわ、そういえば。失礼いたします。でもそう、空中にさボールが長い利点があって、なんと竹内さん最近ヘディングいっぱいやってます。だからもうさ竹内さんにヘディングっていう選択肢が増えたんよ。もうほんと今までヘディング、竹内さんヘディングしたらもうなんかヘディングってなってたけど、もうマジョルカのおかげでヘディングをねたくさんするようになってるんです。それが代表でもねヘディングしてね、親珍しいですねって言われてたんだ。マジョルカのおかげですよ。そうまだね監督のやりたいサッカー、まあやりたいサッカーともうなんかお伝えきれてないしね。でもそれにしてはなんか前半とかでも落ち着いてたと思う。ほんとカードが大量に出るまではそうヘディングやってたんですよ。いやほんうんね、竹内さん出すしかない。まあ出す気はあったかもしれない。こうね、どのタイミングやったか分からへんけど分からへんけども、でももうちょっとね長い時間見たかったね。交代は分からへん。でもだってさあれね、交代してもっと失点してたらどうする。3対0とかでさ、いやだってフリーキック両方入ってたら 3-0 もあった、 PK も入ってたら 4-0 もあったわけやんか。4対0とかで負けてたらどうする。アギーレ監督さね、友人 4-0 やったらもう相当んじゃん。 1-0 に抑え、1人少ない状況で抑えた方よきっと。そうよ、まだ伝えきれてないのにまだみんなに何やってほしいか伝えきれてないのに、なんでそんなにカードいっぱい出しちゃうの。困っちゃうじゃん。アギーレおこだよって言って、アギーレちゃん困っちゃうと思う謎のアギーレキャラ、うん、メキシコ人指導者ヘディング、あそうなの。アップはして、ね、ハーフタイムにしてたからね。ハーフタイムしてたからね。ムリキが入ってきて高さを使える利点ができたけど、シーズン序盤より放り込むだけの試合多くなって、中東の試合が。そうねー。カード祭り、ほんとよ。イエロー、イエロー、イエロー、イエロー。4連続イエローだったの。得点ね。ムリキが本当に何だろうな、ターゲッターじゃん。でも最後の仕上げもムリキができたらいいんだけど、ちょっと最後の仕上げをする人がいなくなっちゃったんだよね。誰がやってたんだっけ最後の仕上げって。アブドンがかな。うーん、だなんだろう、ムリキはめちゃくちゃ頑張ってるから、ムリキとペア組む人にもう一個頑張ってもらうしかないんだよね。だからアンヘル使ってみたり、ニーニョ使ってみたり、二人毎試合ね交代交代で使うんだけど、頑張ってもらうしかないんだよね。
都会の店で一番人気だったリコちゃんが輝きを見せパリサンジェルマンでね、もうあの都会でなんかあの埋もれてたリコちゃんをさ、うちんとこけえへんか、あの都会で埋もれてたリコちゃんをうちんとこ来て、あのうちの島で一緒にやらへんか言うてしたら、もううちでナンバーワンになって、リコちゃんがすごいキラキラした試合だったよね今日ね。4コンポだどん。ファイヤーホームに、そうなんよ、本当にね、あの失点した、強火焦げちゃうねんそんなすぐ強火したら、別になんかタイミングの問題じゃないねんけど、強火したら焦げちゃうねんって、料理中身全焦げしちゃうねんって炎上戦術だから、マジョルカなんだろうね、でもないんだと思う、そのグラデーションの選手がいないんだと思う、もうどっちかじゃん攻撃の選手しかいないから、それするしかないんだろうね無力機の仕上げは無力機がしてたけど、そう無力機来た時はね、無力機が全部一人で処理してくれてた、一人でできるもんだったんで、前線一人でできるもんだったんだけど、ちょっと今ねもう一人じゃさせないよっつってもうあれもこれもさせないよっつって、できること限らせてもらうよってなっちゃったからね。だからその無力がしてたことを周りがしてくれるようになったらね、リコちゃん島の店で頑張ろうな。あんたはパリなんていう街でやってける人お人やないで、うちの島で一緒に頑張ろうな。うちの島やったらあんたをナンバーワンにすることできんで。ありがとうリコちゃん、来てくれてマジで、まあ、レイナさんも好きだったから我ら、寂しさあるけど、でもレイナさんはあのフィールドじゃなくても輝けるんだっていうことが分かったから、ベンチでもあれだけ活躍してくれてるし良かったです。まあもちろん選手としては試合出てほしいけど、カップ戦ではね出たりするからね。浅野おめでとう。マフェは久保君嫌いなんですいやでもさすがに今日の最後もさ、マフェをた竹内さんボール出せよって思ったいつも桜子もマフェを好きやからさ、めちゃくね仲良く竹内さんにボール出なくても、まあまあとすごいね落ち着きなあれと、マフェをはだまあとダニロドリゲスの方が好きだからそっち出しちゃうけどって言ってたけど、今日は、ね、出せよって思っちゃったでもその後フリーキック獲得したんでよしです。でもフリーキック獲得したんでナイスです。なんだっけ、でも幸せなら OK ですか、でもフリーキック獲得したんで OK です。ハチ公前でグッドポーズを出すわ。リコちゃんのおかげでお酒が進んだ。お酒が進むくん、ありがとうリコちゃん、本当に進んだわマジで。 PK 止めたら高まるよな久保建英さんとククレジャのヘタフェコンビ、よかった。アレニアもねえよかった、クククコンビね、建英さんとククレジャとクチョね、本当にクチョ元気かな、ククレジャは元気なのね見てますけど、ククレジャもめちゃくちゃ好きだから、本当にククレジャはもう選手としても好きやし人としても好き、両方好きってあんまいないアレニャはなんかあの煽り上手くなってたねもうマフェオがしっかり踊らされててさ、それもなんか良かったです、楽しかったっぽくて二人ともらしさ出てて良かった、アレニャっぽいしマフェオっぽいし、なんか良かったですね90分通して右サイドのマフェオから右ウィングの久保へのパスゼロいやでもそれを経てきてんねん、竹内さんマジで
下手さやね本当に。あの最初のマジョルカ1年目もほんびっくりするぐらいパス来えんかってんから、それマブルだけじゃなかったからね、全員からパス来んかってん。そこからよね、そこから頑張ってきてるからもう大丈夫。マフェオもいつか竹内さんにメロメロメロになるから大丈夫。時間の問題、だいぶ時間かかってるけどだいぶ時間かかってるけどねえ、マフェオ出れてよそんなもうなんか古のツンデレやん。時間差で出れるってさ、ツンデレって今やさ、ツンの時もあれば二人きりやと出れるみたいな、その TPO ツンデレやんか。でも本当は本当ツンデレの一番最初の起源元祖ツンデレっていうのはこう時間差ツンデレだったから、最初はツンツンしてたけど、いつの間にかみたいな、時間が経てば出れてくるっていう、その時間差ツンデレだったんですよ。もうマジョルカのメンバーってみんな時間差ツンデレだったんだけど、マフェオだけまだツン早く出れなよ、出れた方が楽だよ、パス出しちゃった方が楽になれるよサッカー選手としてはパリみたいなキラキラの一流クラブでベンチやってるのと、マジョルカみたいなキラキラはしてないけど一応一部のクラブでスタメンやるのはどっちかしらまあ永遠の課題ですよね。でもなんだろう、桜子は本当に南野くんのあのスタイルって絶対一つの成功例やって思ってて、まあ人によるんだと思う、価値観、どこに価値を持ってるかやと思う。あと8試合あ時間かかってるよ将来久保ってなんか小さいクラブでエースになってそう。ちょ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 、なんで小さいクラブなんで小さいクラブのエースにはなってほしいんだけど、なんで小さいクラブ、どこ、いつの将来、何年後、10、20年後ぐらいの話してるいいよね。なんかでも本当に20年後とかに、20年後はちょっとさすがに竹さん40歳か、40はでも20年後の40歳って言ったらまだまだパフォーマンスできそうね、全然違うから、その医療の発展の仕方が。もう20年後にまた竹下がマジョルカに戻ってきてプレイしてたらなんかすごいテーテーなって思っちゃうね。それこそ竹下が初年度の時に生まれた子供ですみたいな、一緒にプレイしましょうみたいな、うわ何それ歩くない。でも多分20年後の40歳って現役いけると思うね。全然今も40歳で現役の人いるじゃん、もちろん。20年後の40歳で今よりもバリバリ現役いけると思うから、竹内さんが20年後ねまだ選手やってたら、あの時の赤子ですって、久保さんにサインをいただいたあの時の子ですみたいな50過ぎてもサッカー現役出てる。そうなんだよね、人によるんですね、現役かどうかは。何年経っても現役、一生現役。なんだっけ、三つおさんも言ってたよ、一生青春って、一生青春なんだよ、青春だねっつって、一生青春いいじゃん、一生青春はい、ということでございます。ありがとうございました。いやでもね、いつもね、そのなんか勝てるっていう勝利の喜びみたいなのはマジョルカにはないんですけど、それじゃない、なんだろうな、その試合としての楽しみ方みたいな、なんか楽しいんですよねマジョルカの試合って見てて面白いんですよ。なんだろうな、その試合以外のところで盛り上がってるからいいのか悪いのか分かんないですけど、もう面白いんですよねはい、あ、ということで、ちょうど BGM も終わったのでエンディングかけました。うん、楽しかったよね、買ってほしいけどね、これね、楽しく勝つ勝てたらもう言うことないんですけれども、まあ、ね、年間何十試合あって勝てない日もあるよねって言いながら、7連続勝ててないんだけどね。あのさ、もう勝てないのもあれなんだけど、せめて負けない、7連敗は辛いって、7連敗ってそんなチームある？買って欲しかったけどね。
はい、ありがとうございました。で、今後の配信予定なんですが、ツイッターの方でね、数日前にあのスプレッドシートを上げさせていただいてるので、それ を目標に、配信予定していくんですけれども、明日は、お昼に J リーグを配信し、サッカー配信の、ね、予定ですがし、夜はレンジャーズセルティック戦が配信できたらなって思ってるんですが、ちょっとどうなるか分かりませんっていう感じです。で、午前中に起きた時間に、カフェ配信をします。よろしくお願いします。はい、な感じでございます。ぜひツイッターのフォローもお待ちしております。何度も言ってますが、あと一人でね、あと一人で3450人になるので、ぜひ3450人目のフォロワーをお待ちしております。あと高評価ボタン、高評価祭りだ、わっしょいわっしょい、高評価ボタンポチッとタイム。さあ、配信の最後は高評価ボタンポチッとタイムです。わっしょいわっしょい。ぜひね、今日決めきれなかったワンゴールを高評価ボタンでおのおのが入れていってほしいなと思います。ただいま36ゴール37ゴール目、ありがとうございます、ありがとうございます。うん、ポチッとしていただけると嬉しいです。プレイスライクボタン、38ゴール目ありがとうございます。ツイッターフォローありがとうございます。ありがとう、ありがてえでございます。おかげで3449人です。残り3450人目は画面の前のあなたです。オンエアバトルみたいなね。はい、ありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。お相手はサッカー大好きで水姉さんこと大丸さくら子でした。そう、もしかしたらね、 J リーグは現地見に行っちゃうかもしれないので、配信できるかどうかわからないなっていうような感じです。はい、ではまた次回の配信でお会いしましょう。おやすみなさーい。